はい、こんにちは、シンプリライフです。今回はこちらの2冊を参考にしながら、人間が生まれながらにして備えている利他力を引き出して人生を豊かにする方法について解説していきたいと思います。ところであなたは、利他的に行動する人になれば人生がうまくいくよと言われて素直に実行することができますか？利他力の重要性については、平成の経営の神様と言われた稲森和夫さんも言っていましたし、瀬戸内寂聴さんも猛虎利他というお話をされていましたし、多くの先人たちがその力の偉大さに気づき伝えようとしてきました。ですが、ぶっちゃけ私は、たとえどんなに尊敬している方から言われたとしても、それが大事なのはよくわかるけど、それを心から実践するのが難しいんじゃんと思ってしまっていた。ところが、本書には、実は誰もがすでに利他力という素晴らしい能力を心の奥に備えており、脳の使い方次第でそれが輝き始めると断言しているんです。いや、やばいですね。ワクワクしてきました。これまでこの動画で解説してきた最先端科学の仮説をもとに考えると、私たちの人生を豊かにするのはやはり私たち自身の思いであり、それを作り出しているのはおそらく脳だろうと思うんです。前回の動画で、私たちの暮らすこの現実世界は二次元平面に書き込まれたデータが投影されているホログラフィーかもしれないというホログラフィー原理について解説しました。超ぶっ飛びまくっているけど、最先端科学の現場で真剣に議論されている仮説です。この結論と前々回の動画にあったブレーンワールド仮説や超弦理論から考えると、どうやらこの宇宙、この三次元空間の外側がある可能性が高い。宇宙の外側は重力の圏外です。そこに行けるのは重力の影響を受けないものであり、それは人間の思いだけだという佐藤光郎さんの理論もご紹介しました。もちろんどれも仮説の域を出ていませんし、思いが宇宙の外側に届くとしたら何なのという問題もあります。ただ、そう考えると私の中ではいろいろと辻褄が合ってくるし、もしそうだとしたら、そこに届ける思いは純粋なもの、自分が美しいと思えるものがいいなと思いました。と、まあそんなことを考えていたら、脳を磨くモチベーションが一気に爆上がりしたので、こちらの本を読み、学び、実践しようと思ったわけです。というわけで、早速ですが結論から参りましょう。生まれながらに備えている利他力を引き出す方法、結論は島皮質を鍛えるです。島皮質とは、図のように上下の脳の境目である外側溝という溝の奥に隠れている脳全体のハブ、中継基地のような役割をしている部位で、ここ10年くらいの間に研究者たちの間で大注目されているそうです。ここから詳しく解説させてください。というわけで、今回の動画では、1、重力と音調という考え方、2、思いが宇宙の外側に届くから何なの、3、幸せになりたい人ほど幸せになれない理由、4、島皮質の驚くべき機能と鍛え方、5、利他の心を取り戻す方法の5つのポイントに沿って解説していきます。最後まで見れば、ズバリ人生をより豊かにする方法が分かっちゃいます。それでは行ってみましょう。ポイント1、重力と音調という考え方。思いが宇宙の外側に届くからって、だからなんだっていうわけ？はい、そうですよね。まずはこの問題を解決しないと、私個人としても前提条件が成り立ちません。個人的解釈をふんだんに踏まえたお話にちょっとだけお付き合いいただきたいのですが、とにかく脳磨きの話を早く聞きたいという方は、概要欄の目次から3、幸せになりたい人ほど幸せになれない理由に飛んじゃってくださいね。では行きます。吉本隆明さん著、本当の考え嘘の考えに、第一次第二次世界大戦の中を生き抜き、宗教、言語、神学を研究したフランスの哲学者シモーヌ・ウェイユさんが、重力と音調という本で書いていたことが紹介されていました。少し宗教的なお話も含みますが、面白い話ですので、ぜひ聞いていってください。以下、吉本隆明さんの本から引用です。ベイユの神学といいますか、神についての考え方には独特の考えがあります。一つは重力という概念です。一般的に物というものは重力の作用を受けている。もちろん人間の肉体も重力の作用を受けている。それと同じように人間の精神も重力の作用を受けているというわけです。人間の精神も重力の影響を受けているものだから、人間の精神作用は人間相互の間でも自分個人としてもどんどん下の方、つまり低俗な方へ行くようにできている。それじゃあ、重力の作用を受けない精神作用はあるのかといったら、ただ一つだけある。それは音調という言葉を使っていますが、神の音調だ。
神の恩寵だけが重力の作用を受けていない、重力に対応して例えてみれば光なんだという言い方をしています。それだけが人間の精神作用と違って重力の作用の圏外にあるものだ、恩寵は圏外にあるんだという考え方をとっています。引用終わり。前回の動画にもありましたが、私たち人類は進化の過程でずっと重力の影響を受けてきたわけなので、おそらく人間の精神的活動にも重力の影響は及んでいると思います。上下関係、高圧的、腰が低い、言葉の重さ軽さなど考え方の根っこに重力の影響が見え隠れしている。そもそも重力がなかったら上も下も高いも低いも重いも軽いもないはずです。私たちの精神的活動が重力の影響を受けているのなら、その精神作用はどんどん下の方、低い方へ低い方へと行くのは自然といえば自然なこと。本書を読んだ感じからして低い方へと流れていった時に発せられる行動というのはエゴ的なもの、本能的なもののことを言っているのではないか。そして重力の作用を受けない、重力の圏外にある神の恩寵というのが例えてみれば光であり、おそらくそれは希望や利他や感謝など意識的に発せられる人間のポジティブでパワフルな思いのことなのではないかと私は解釈しました。ポイントに、思いが宇宙の外側に届くから何なの？ベイユさんは、人間の行動エネルギーは食べて栄養を取るとか空気を吸うとか人間の外から獲得する、同じように人間の精神も外からエネルギーを取って行為になったり精神作用になったりするというような独特の考え方をしていると吉本隆明さんは解釈しています。このチャンネルでこれまで学んできたことをまとめると、思いだけが重力の圏外へ行けるんだという話でしたが、それに対してベイユさんの考え方は方向が真逆でした。本書の吉本隆明さんの言葉を引用させていただきます。普通の人々は自分の意志とか意志力の中に精神のエネルギーの原子があると思っているが、それは錯覚で、精神のエネルギーも人間の外にあって、外からやってきてそれを栄養分として精神のエネルギーを発揮するんだと言っています。どういうことかと言いますと、外からというのは神の恩寵からというふうにベイユは考えると思います。つまり人間の精神エネルギーは本当は自分の意志力であると思っているかもしれないが、それは重力の圏外にあるところの神の恩寵から栄養分がやってくるんだ。精神の栄養がやってきて、それをもとにして人間は精神作用を営むのだというのがベイユの神学の基本的な考え方だと思います。引用終わり。行動の源である意志は自分の中にある、自分が作っていると思うのは錯覚だというのは、以前こちらの動画で解説した瀬能武治さんの心理学的決定論にも通じるところがあります。そして精神のエネルギーは外からやってくるんだという言葉の外とは、前回紹介した私たちの暮らすこの現実世界は二次元平面に書き込まれたデータが投影されているホログラフィーかもしれないという、ホログラフィー原理でいうところの宇宙の表面に書かれているデータとリンクする感じがする。突拍子もない話かもしれませんが、この外側から精神のエネルギーがやってくるという考え方は個人的にはどこかしっくりくるところがあります。どういうことかというと、これまでの動画の中でも何度か言っている通り、私個人としては宗教的な物語をこの世界の真実だと信じきることができないし、この宇宙を創造した唯一絶対の神がいるということを信じることができません。ですが私たちが住むこの地球にはそれぞれが信じるそれぞれの神様がいるけど、それら全てを包み込むような大いなる何か、サムシンググレート的なものが存在しているという感じはしっくりくる。ウェイユさんの言う重力の圏外にある神の恩寵というのは、どうやら人格を持ったたった一人の神様を指した言葉ではなさそうです。それぞれの宗教が持つ人格的な神様を超えたところにある力を指しているようであり、それはこれまで学んできた科学の話と神社にお参りをする時の私の感覚にも一致する感じがしています。と、まあかなり個人的な解釈が入った不思議な話になりましたが、ウェイユさんの言う神の恩寵も大いなる何か、サムシンググレートも目に見えないし何なのかはわからないけれど、アーティストや作家さんたちが創作活動をする時に言葉が降りてきたとか自分で書いたとは思えないというようなことを言うところを見るに、何かを突き詰めていくと自分の中にそういうものを感じる時があるのかもしれないとも思えてきます。だからもしかしたらそれを感じようとすること、信頼すること、つながろうとすることによって私たちはより豊かな方へと向かっていけるのではないかと思った次第です。
ポイント3、幸せになりたい人ほど幸せになれない理由。ここまでお話ししたことを一旦整理させてください。哲学者シモーヌ・ヴェイユの言う神の恩寵とは、例えるなら光のようなものである。それは重力の圏外、科学的に言うならばこの3次元宇宙空間の外側にあり、そこに届くのは思いだけであるならば、あるいは重力の圏外から思いが降りてくるのならば、やはりその思いを肉体的行動へと変換する脳の状態を整えておくことは重要だと思いました。はい、前提が長くなってしまいましたが、ここから脳磨きのお話に入りたいと思います。アメリカウィスコンシン大学のダビッドソン博士率いる脳科学研究グループは、おでこの奥にある前頭前野の左側がアクセル、右側がブレーキに相当する部位であることを発見しました。その名の通り、その働きは車のアクセルとブレーキに似ています。脳が何かに集中したり、一生懸命に前向きに取り組んだりする時には、脳のアクセル部分が活性化し、その逆に立ち止まるような時はブレーキ部分が活性化します。感情面ではどうかというと、アクセルが活性化している時は前向きで幸せを感じる傾向があり、ブレーキが強くなりすぎると心が沈み、ネガティブなものの見方になってしまうことが分かっているそうです。ブレーキがあまりにも強いと鬱になる場合もあるそうですが、とはいえブレーキが悪いということではなく、車と同様それぞれに重要な役割があることは知っておいてください。で、この研究グループは1000人以上の協力を得て、頭部に128個の脳波測定装置をつけ、脳のアクセルの活性が高いのはどのような人なのかを調べたそうです。その結果、最もアクセルの活性が高かったのは、フランス生まれのチベット仏教の僧侶マシュー・リカール氏という方。1972年からヒマラヤで瞑想の修行を始め、ダライラマの通訳も務めているそうです。リカール氏は、普通にしていても通常の人より10から100倍アクセルの活性が高く、脳のアクセルの活性が高いと幸せを感じることが分かっているため、リカール氏は脳科学的に世界で一番幸せな人とも言われているそうです。そしてなんと、リカール氏のアクセルの活性がさらに高まる時があるとのこと。それは彼が慈しみ利他の心で世界平和や人の幸せを祈る瞑想をしていたセルフレスな状態の時で、この時脳のアクセルの活性は普段の50から500倍にもなったそうです。セルフレスな状態というのは、脳全体がバランスよく使えている状態ですと、本書科学的に幸せになれる脳磨きの著者岩崎一郎さんは言っています。逆に脳全体のバランスを崩してしまうのが自我、エゴが強い時。エゴは脳の回路を分断し、脳全体のバランスを崩し、働きを鈍らせてしまう存在なんです。エゴとは、例えば自分さえ良ければ、死にたくない、傷つきたくない、損したくないと自分だけを守ろうとしたり、逆に自分なんてダメだ、自分には価値がないなど、自分を攻撃するような無意識的に発せられる声のこと。それは私たちが生きるために必要不可欠なものなのですが、そのエゴの声が私そのものになってしまったり、エゴに乗っ取られてしまうと脳の回路が分断してしまうんです。幸せを追い求めることは、実は幸せを遠ざける結果になると著者の岩崎さんは言います。幸せになりたいと強く願っている時というのは、非常にエゴが強くなっている状態だからです。物質的な物やお金だけを追い求めている状態もエゴが強い状態。私たちが豊かに幸せに生きるためには、エゴを少なくし、脳全体をバランスよく使うこと、自分の中のエゴを認識し、セルフレスな状態に近づけることが大事なのだと岩崎さんは言っていました。ポイント4、島皮質の驚くべき機能とその鍛え方。冒頭でもお伝えしましたが、脳の島皮質という部位が近年大注目されているそうなんです。島皮質は図のように上下の脳の境目である外側溝という溝の奥に隠れている脳全体のハブ、中継基地のような役割をしている部位。私たちの心に起きる感情や反応のうち、社会的感情、道徳的直感、共感、音楽への感情的な反応、依存、痛み、ユーモア、他者の表情への反応、購買の判断、食の好みなど、様々な反応に関与しています。さらに意志力や自制心などの学力テストでは測れない非認知能力にも島皮質が関わっていることが、アメリカアイオワ大学のリー博士らの研究で示されている。非認知能力の担う脳の領域は、 IQ や記憶力など学力テストで測定できる能力を担う認知能力の領域に比べて脳全体に広がっていることが分かっています。ポイント3のお話で、脳全体をバランスよく使
うのがいいということが分かっているので、非認知能力が向上することは望ましいことだと言えるでしょう。そしてその効果の一つとして挙げられるのは、スタンフォード大学の心理学者ウォルター・ミッシェル博士が行ったマシュマロ実験の結果です。部屋にいる子どもの目の前にマシュマロが一つだけ乗っているお皿を置きます。このマシュマロを今すぐ食べてもいいよ、でももし15分間食べないで待つことができたらもう一つマシュマロをあげるよと伝え、大人は部屋から出る。子どもたちがどんな行動をとるかを観察したところ、6割は我慢ができずにマシュマロを食べてしまい、4割の子どもたちはもう一つのマシュマロをもらうことができた。653人の子どもたちを被験者とした実験で、約10年後の追加調査では、我慢できた子どもたちはできなかった子どもたちに比べて SAT というアメリカの大学入試試験の平均が210点高いことが分かり、平均年収も高く健康状態もいいことが分かったそうです。ここで非認知能力に関わっている島皮質の話に戻ります。島皮質は自分の外側から来る感情と内側の感情をつなぎ、他人の気持ちと自分の気持ちをつなげる脳の中のハブ、中継基地的な役割も担っていることが分かっています。つまりハブ、中継基地である島皮質の働きを強化すれば、脳全体が使われることになり、脳全体をバランスよく使うことでセルフレスな状態に近づいていき、エゴを認識しやすくなるということ。島皮質を鍛えることで人生が豊かになっていきそうな予感がしてきました。さて、ではどうしたら島皮質を鍛えることができるのでしょうか。ここまでのことを整理しておくと、脳のアクセル部分が活性化している幸せな脳の状態とはセルフレスな状態であり、それは脳全体がバランスよく使われている状態といえます。最も重要なのは脳全体をバランスよく使うことです。そのためには脳の島皮質が関わる思考や行動のうち、セルフレスにつながる思考や行動を重点的に実践すれば効率が良さそうです。著者の岩崎さんが本書の中で紹介している島皮質を鍛える思考法や行動は、1、感謝の気持ちを持つ、2、前向きになる、3、気の合う仲間や家族と過ごす、4、利他の心を持つ、5、マインドフルネス、脳トレ座禅を行う、6、追う体験をするの6つ。これらが脳磨きとなり、脳内をセルフレスに近づけていくことにつながるとしています。本書ではこの後、これら6つをどのように実践すればいいのか、私たちが豊かに幸せに生きることにどうつながっていくのかを詳しく説明してくれています。もっと詳しく知りたいと思った方は、ぜひ本書を手に取って読んでいただきたいのですが、ポイント5では、私がぜひ実践したいと感じた利他の心を取り戻す方法についてご紹介したいと思います。ポイント5、利他の心を取り戻す方法。利他の心がいいのはよくわかるけど、自分のことよりまず他者のことを考えるなんて、そうそうできるもんじゃないですよ。これまで何度かチャレンジしてきたけど、めちゃくちゃ難しいです。いや、おっしゃる通り、本当に難しいことだと思います。これまで生きてきた中で、人に騙されたり傷つけられたり裏切られたと感じた経験があると、その時脳に自分を守るためのプログラムが書き込まれるという話を、以前佐藤光郎さんの霊という本の紹介動画で解説しました。そしてその経験と同じようなことが起きた時、あるいは起きそうだと感じた時に、無意識に反射的に利己的な判断や行動が出てしまう。そのプログラムに気づき、コントロールすることができればいいのですが、それはかなり難しいことです。そこで本書に書かれていた利他の心を取り戻す有力な考え方と、今日からすぐにできることをご紹介させていただきます。まず、めちゃくちゃ重要だなと思った考え方を2つご紹介させてください。1、脳は他者の存在から力を得ている。人は存在するだけで誰かの力になることが科学的に分かっているそうです。存在効果、別の呼び方で聴衆効果と言われるもの。競輪選手の最も効果的な練習方法についてのこんな研究結果があります。まず、自転車のハンドルにタイマーをつけ、選手に全速力で走ってもらい、タイムを測ります。その後、競争相手と一緒に走ってもらいました。すると、自分一人でタイマーをつけて走った時よりもタイムが1マイルあたり5秒以上速くなったそうです。次に、ペースメーカーの人と一緒に走ってもらったところ、タイムは競争相手と走った時と同じ効果が出て、ペースメーカーの人が増えるとさらにタイムが速まったとのこと。なぜこんな結果が出るのか、その心理について2つの仮説を
を立てて検証。一つは誰かが一緒に走るとちゃんと走らなければ叱られるという心理が働くというもの。もしそうなら選手のストレスホルモンが増えるはずですが、増加は見られませんでした。もう一つは競争相手がいると闘争心が湧くというもので、そうであるなら闘争心を司る脳の部位が活性化するはずですが、それもなかった。どちらの検証でも共通して見られたのが社会性を司る脳の活性が高まっていたこと。他にも同じような結果が確認された研究結果が書いてありましたが、これらの研究から分かるのは、脳というのは他者の存在から力を得ているということ。気の合う仲間や家族などと楽しく過ごし、感謝の気持ちを伝えたり勇気づけたりし合うと、なんだか元気になる時ありませんか？私も YouTube のメンバーシップに登録してくれた皆さんと読書会をした後は、なんだかすごく気持ちが晴れやかになり、元気と安心感が湧いてきます。それは脳が互いの力を交換し合っているからなのかもなと納得しました。私たちは他者の存在から力をもらっており、他者も私たちの存在から力をもらっているんです。実は私やあなたはただ存在しているだけで利他であるということ。たまに自分のことを第一に考えるエゴが邪魔をすることがあるかもしれませんが、私たちは利他力を生まれながらに持っていて、ただ存在しているだけでそれを発揮しているんです。丸に、脳はもともと利他的である。そして実は利他の心を持つことはそう難しいことではないという話。アメリカカリフォルニア大学ロサンゼルス校のクリスト・ムーア博士らは、ケーズ外磁気刺激法という強い磁気を使って被験者の前頭前野の機能を一時的に低下させ、その状態でいろいろな判断をしてもらうという実験を行いました。前頭前野は脳の司令塔で、人が感情的になることを抑えるなど複雑な判断を行っている部位。そして前頭前野は脳の中で最後に発達した部分であり、ここの機能を低下させることで脳が古くから持っている機能がどう働くかが鮮明になることが分かっています。この実験の結果は驚くべきもので、なんと前頭前野の一部の機能を抑えると利他的な行動や判断が増えることが分かったんです。つまり言い換えると、人の脳はもともと利他の傾向があることが分かったということ。ポイント5の最初に言った、過去の傷ついた経験がプログラムとなり反射的に利己的な行動や判断につながってしまうというのは、実は前頭前野の働きなのだそうです。そしてさらに、脳の利己的な働きには大きなエネルギーが使われていることが分かりました。利他的な脳の使い方の方が自然体でエネルギー消費量は少ないということです。はい、ここまでのお話から、私がこれから実践しようと思ったことは共に喜ぶです。これに関する理論的な話は本書の188ページあたりからめちゃくちゃ詳しく書いてあるので、ぜひ読んでみてほしいのですが、私の仮説では、これが心からできた時、その瞬間完全に利他の心を取り戻しているはずです。そしてこれも私の仮説ですが、他者と喜びを分かち合う、共有するということではなく、喜んでいる他者になりきってみることが近道だと思われます。私はこれまでの人生であまり共に喜ぶをしてきた記憶がないのですが、過去嬉しかったことで今でも鮮明に記憶に焼き付いているのは、大学受験の合格通知が来た時、一緒に母と飛び上がって喜んだことです。最近のことで言うと、チャンネルメンバーの皆さんと読書会をしてお話をしている時、自然と共に喜ぶができている気がしています。なんだか他人事じゃないというか、ほんの些細な共通点でつながりを感じ、心から喜びを感じている自分がいます。メンバーの皆さんのおかげで、自然に自分の中にしまってあった利他の心を取り戻せそうな予感です。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。